こんにちは、速稼塾の久保です。これからね、コロナ減税どころかコロナ課税ってのがされそうですよね。コロナ増税ですか。私には思うんですけども、確かに国の歳入歳出のことを考えれば、税金を上げればね、ことは解決するんですよ。でも税金を上げて負担を強いられるのは私たち国民ですよね。じゃあね、政治家さん、特に麻生財務大臣は何の仕事をしてるんだって話ですよ。だってお金に困ったら国の国民から取り上げればいいっていう発想は、確かにそうなんですけども、じゃあお前らは何の仕事してるのって話じゃないですか。増税しなくても賄えるように知恵を使っていく、そういうふうなね、ことを期待されてその職位についてるはずなんですよ。私だってできますよ。金が足りない、増税しよう、終わりですよね。何なんですかね。だからもっともっとね、例えば集めたお金を運用してプラスにしていくとか、それからね、きちんと海外支援とか国内開発をして、今までね、掘り起こせなかった資金っていうのを掘り起こしていくっていう方法もあると思いますし、私必ずしもね、予算の組み替えとは思わないんですよ。どっかの予算を削って、それを持ってきて足りないところに埋めるみたいなの、これもね、もう言ってみれば平凡な発想なんですよ。だからもっともっと知恵を働かせていかないといけないですし、挑戦もしていかなくてはならない。そのためには各国と協調を取るってこともあるでしょうね。もっとエネルギー政策についても、原発日本国内で稼働させるのにはもう限界があるわけですよ。それをですね、いろんな裏金使って無理やり原発建てたところで危険度は上がるばっかりで、その福島の原発のね、賠償コストってすでに10兆円超えてるわけですよ。しかもこれからもまだまだ増える見込みです。これ一体何なんですかね。だからとてもですね、頭を使った政策とは思えないわけですよ。皆さんどういうふうに思ってですかね。お金が足りない、国が財政が逼迫している、じゃあ国民からもらおう、じゃないと思うんですよ。だって一つの企業体として考えた時に、利益が足りなければ何するかってことなんですよ。売上を上げるためにもっともっといい商品やサービスを開発して、営業して、たくさんの人にその商品を買っていただく、サービスを使っていただくことによって、会社の財政っていうのはどん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 ね、良好なものに向かっていくと思うんですよ。なのに言ってみればですね、商品やサービスの価格を上げて、サービスは買えない、もしくはサービスの質が劣化するみたいな感じでね、欲しくない製品を無理やり押し付けて多額の金を顧客から奪ってくるっていうのが、いわゆる増税論だと思うんですよ。だって行政サービスってレベル上がってますかね。むしろ社会保障費ってどんどん削られてるでしょ。生活保護も削られてますよね。私たちが病院に行く時の窓口負担ってのは上がっていく一方ですよね。なんでたくさんの税金を払ったのに行政サービスは劣化するんですかってことですよ。要するに国というサービス団体ですか、これサービス団体と言ってもいいと思いますけども、ここはですね、価格ばっかり上げてサービスは悪くなってるんですよ。でそこに働く人だけはどんどん優遇されていくみたいな仕組みですよね。もうどこを取ってももう悪いというかね、こんなレベルの低いことをやってしょうもないなと思うばかりですよ。で繰り返しますけども、増税するんだったら私たちのサービスのレベルって、私たちが受けるサービスのレベルって上がんなくちゃいけないですよね。だってコストを払ってるわけですから。でもサービスの質はどんどん落ちていく、弱者は切り捨てられる、で増税ばっかりが押し付けられる、これ何なんですかねって形ですよ。もうちょっとね、頭使って麻生財務大臣仕事しないとね。増税したりね、国民へのサービスの給付金を出さないとかね、国民へのサービスの低下をさせれば、それはね、儲かるでしょう。でもそれはね、小学生の発想ですよ。でむしろね、いいものをより安くっていう風な当たり前の企業が、そして私たちがその企業に関わって仕事してるわけですけども、私たちが当たり前にできてることのレベルまで達してない人が、まるで逆のことをやってるわけですよ。本当にしょうもないなと思いますよ。だから麻生さんは財務大臣としてのもうね、能力がない、資格がないですよ。勝手にその席に居続けないでほしいと思います。これからもうどんどんね、国民に負担を強いて、国民に提供するサービスの質は落ちて、何もいいことないですよね、これはね。ちょっと頭使わないと、もう使う頭がないんだったらもうやめないと。ね、迷惑になってますよ。大体ね、いつまでやってるんですか、本当に。大迷惑ですよ。いいことが一つもない。麻生財務大臣が財務大臣をやってる限りは、私の暮らしってのは死に向かうだけですね。
もう天寿を全うしたいですよ、私たちもね。だってもう金がないってことによって死ぬことを強要されるようなね、そんな日々じゃないですか。実際にお亡くなりになった方はどんどん増える一方ですよ。これはね、麻生さんが財務大臣という立場で、あの元財務省の職員だったかな、官僚の、赤木俊夫さんですか、あの人も象徴的ですけど、森友事件でね、何の罪もない国民もどんどん死に追いやってるってことなんですよ。もうちょっとね、責任を痛感するばかりではなくて、責任を痛感する安倍総理になっちゃいますからね。自分がいかにね、二足三門の存在なのか、財務大臣だったらよくね、確認した方がいいんじゃないかなと思いますよね。で、貯金があるのがけしからんみたいなこと言ってましたよね。企業とか家計に貯金が過剰にあるっていう問題があるっていうふうに言われてましたよね、麻生財務大臣ね。お前の貯金一人で6億円以上あるじゃないかよって話ですよ。お前の貯金があるのが一番の問題だ。ね。じゃあ、6億円はね、国庫に返納してください。そうやってね、なんか余剰預金があるのが問題だって言うんだったら、範を示す意味で、自分からまずね、その6億円を、国庫に入れればいいじゃないですか。寄付。ね、それでいいんじゃないですか。何一つ自分では身を切ることをしないでね、国民にばっかり汚いことを押し付けるわけですよ。アンチですな。だから麻生財務大臣は、財務大臣辞めて、麻生太郎さんっていう人になったらね、もうとってもユニークなおじいちゃんになれるわけですから、真人間になってほしいなと思います。財務大臣という職はね、麻生さんには重すぎますよ。ぜひね、今回の選挙で入れ替わってほしいなと思います。れいわ新選組から楠尾さんって方がね、出てらっしゃいましたけども、その方に当選してほしいなと思いますね。麻生財務大臣はもうね、選挙に出ないでください。もう我々の目の前からね、姿をもう消していただきたいと。そして隠居暮らし、もうね、散々働いてたでしょ。もうお疲れ様でございました。あとは余生をゆっくりと過ごしてもらいたいと思います。いってらっしゃい。